どうも皆さんこんばんは、ソーサーです。で、昨日ですね、動画で金本前監督、ね、阪神の金本監督辞任という、お話をさせていただきましたが、今日ヤフーニュースでね、こんなのがありました。阪神が矢野新監督ということで、阪神は15日一軍監督就任を要請していた矢野ファーム監督より監督就任要請を受諾するとの回答があったということで、この瞬間に、来年の阪神の監督は矢野監督ということで、でまずとりあえずね、また新しい、来年に向けての一歩がここで始まったということになります。まあでもね、まあ言うても阪神 B クラス、まあ楽天もなんですけどもB クラスなんで、もうリーグは終わってるので、まあセリーグパリーグ、B クラスのチームっていうのはもうストーブリーグに入ってるわけですけども、ちなみにストーブリーグっていうのはですね、球団各球団の人事とかなんとかっていうのをストーブリーグっていうんですけども、実はですね、A クラスに入ったね、セパ3位以上のチーム計6チームっていうのはまだクライマックスシリーズというのが残ってまして、今日ですね、あらかた、ファイナルステージ進出がセパとも決まったということになります。まあ、セリーグの方はですね、ちょっと昨日ニュース見てびっくりしたんですけども、菅野投手すごかったよね、本当ね。クライマックスシリーズ史上初のノーヒットノーラン達成ということで、ね、もう大舞台でね、そこまでできるっていうのはやっぱりそれなりの精神力とか、まあ、技術はもちろんなんですけども、精神力というのもないとなかなかできないもんじゃないかなと思います。で、それでなんですが、もう一つね、中日は与田新監督ということが出てます。で、中日ドラゴンズもですね、森監督がちょっとね辞任されて、じゃあ後任は誰なんだと言ったら、与田剛という、まあ、元中日の選手ですね、与田剛さんが新監督に就任ということでね、就任会見が行われたということで、与田さんはですね、木更津中央高校、今の木更津総合高校から亜細亜大学、NTT 東京を経てドラフト1位でドラゴンズに1990年に入団と、31セーブを、1年目に上げてると、新人賞も受賞したよということで、でヤクルトなんですが、ヤクルトはね、まあ、2位、レギュラーシーズン2位でクライマックス、昨日まで、ね、戦ってたんですけども、残念ながらファーストステージ敗退ということで、ストーブリーグに入ったんですけども、野口1軍バッテリーコーチ、赤堀2軍投手コーチと来季の契約を結ばないと。で、ロッテなんですが、福沢2軍総合コーチ、鶴岡2軍バッテリーコーチと来季契約を行わない。オリックスは川端育成コーチから退団の申し出があって受諾することとなったということで、セ・リーグ、パ・リーグともにですね、動きが、まあ、活発になってきているのかなと思います。で、問題はですね、ファイナルステージですね、まず、まあ、今日パ・リーグの方が、ソフトバンクというふうに決まりましたねということなので、パ・リーグのファイナルステージは西武とソフトバンクで、セ・リーグはですね、巨人と広島ということになりますね。まあ広島も3年連続ですかね、もう3期連続優勝ということで、結構強い、今の広島に勝てるチームがあんのかなっていうぐらいなんですけどもね、まあそれはね、シーズンが、ね、完全に終了する頃に分かるかなと思いますね。で、ですね、あとは、まあ、矢野監督、ちょっと話をね、本題に戻しますと、矢野監督は、まあ、それこそね、まあ、現役時代、星野仙一さんに、めちゃくちゃしもがれた一人だということですけども、まあ、その分ね、まあ、めちゃくちゃね、東証にしごかれたからこそ、なんですかね、その戦略というか、野球に関することっていうのは、ものすごくこう、長けてる人物で、2軍をね、阪
神の2軍を日本一に今年導いたということで、その指導力が買われて、まあ、1軍監督になるということなんですけども、まあね、いろいろねネット上とかではね、岡田さんがいいんじゃないかとか、掛布さんにやらせてみたらとか、ね、矢野監督はまだもうちょっと経験積ませてからじゃないかとか、いろいろな、話もありましたけども、まあね、一軍の監督になるということで、ぜひとも来年、頑張ってほしいと思います。で、昨日今日と阪神の話題が続きましたけどもね、まあでこれちょっとね今気になるニュースが見たんですけども、でこれ2018年の7月のニュースですね。選手はどこ向いてるっていうので、若手が伸び悩む阪神ということで、これ山崎武さんが、まあ、元中日楽天のね4番を打ってた山崎武がね指摘する問題点ということで、まあまあ、この時はねセパともに空前の大混戦が続いている、まあ、この中でもね、もうこの7月っていう時期はもう楽天はもう完全に蚊帳の外でしたけども、まあ、去年2位の阪神はねこの時は5位借金6、ね、一時は単独最下位に転落すると、ね、まあ、若手が恐怖感と戦ってしまっているというのを、山崎氏は、指摘しているわけですね。もうプレッシャーを与えてやる時代じゃないよということです。まあ、山崎氏はまずね阪神が乗り切れない理由について、まあ打たんよねと、打線に問題があると分析。金本監督は代打俺と言った方がいいんじゃないかと冗談交じりに語る、ね、まあ、若手を我慢して起用することも必要だよということで、まあ、今どこの監督にも言えるんですけども、まあ、我慢して使うっていうのはあんまなかったですよね。まあまあ、中日阪神楽天で監督やられた私の尊敬する星野仙一さんなんていうのは、若手をどんどん使う、どんなにミスしてそこで叱責しても次もお前使うからなって言って、若手をね我慢して使って、でこう成長させていった。楽天にもそういう選手いっぱいいます。例えば岡島選手とか、銀次選手とか、ね、そういった選手がこうグッと伸びてきた。でそれでこう伸びた一人としてもう田中将大もそうですし、三馬学投手もそうですね。若手を我慢して使って、一度や二度、ね、スポーツですし、それ以前に人間ですから、失敗することってあるんですよ。ね、失敗することはある。でもその1回、2回の失敗で、はい、お前もうダメ、使えないっていうので言ってたら、これね、一般社会にも通じると思うんですけども、これから先のね、社会を担っていく若者っていうのが育たないんじゃないかっていうふうに思います。まあ、自分も人のことを言えるのかって言ったらちょっと疑問符が出てくるんですけども、ちょっと今日は短めですけども、ここで終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また、お会いしましょう。 See you next time.